宇田川ベースは東京都渋谷区宇田川町40番1号にあるサイバーエージェントが所有しているウェブ番組配信収録兼用のスタジオであるアベマタワーズ1階に入居入居表示スタジオ部分サイバーエージェント新社屋アベマタワーズ建設に伴い1階部分にアベマ TV 用スタジオとして新設2019年4月11日にコケラ落としイベントが開かれ 初収録番組、宇田川ベースオープン記念特番が公開収録された。テープカットを務めたのは番組出演者であるファンタスティックスフロムエグザイルトライブ。ただし実際には3月29日のドトリブマジマンジ町路上プロレスインはアベマタワーズにて試合会場の一つとして使用されている。2018年10月31日をもって 閉鎖されたハーラージャグウェブマストゥディオの機能を移築しており、オープンスタジオである点も変わらない。また、原宿同様、外から見て、スタジオ上部にあたる2階部分がディスプレイになっており、収録中の番組をそのまま映し出すことが可能。セットチェンジが不可能なため内装が作り込まれていた、ハーラージャグウェブマストゥディオと違い、ベースとなる内装は、白で統一されている。 レギュラー番組としては2019年4月以降、アベマ表参道スタジオから、アベマミックスが生配信を開始。なお当地は、渋谷ビデオスタジオ跡地であり、2007年の閉鎖から12年ぶりに、テレビ収録スタジオが復活したことになる。ありがとうございます。